はい、塚原農園です。今日ご紹介するのは、こちらビニールトンネル、まあ、ノーポリなんですが、トンネル、路地のトンネルの栽培について、強風対策ですね、そちらについてご紹介したいと思います。こちらは、視聴者様から、コメントが寄せられました。強風対策として路地のトンネルビニール掛けどのようにしてますかという、コメントに対して、お答えしたいと思います。はい、うちではですね、こちらの、まあ、今回ノーポリなんですが、ビニールと呼ばせていただきます。こちらのビニールトンネルの、まず紐ですね、このように千鳥掛けで、やってるんですが、この必ず支柱のところに、まずスタート地点を刺しますね。で次に、向こう側に刺すのは次の支柱のところに刺しております。そして刺すのがこちら、鉄の杭ですね。こちら見たことあると皆さん思うんですが、これを風当たりの強いようなところは、長めのものを使ってます。今2本置いてみましたが、こちらが長いタイプですね。長いもので、42センチ、うちの方ではほぼ、これを使っております。で、この長いものを使うことによって、もちろん抜けづらくなるのは誰でもわかると思うんですが、これを刺す時のポイントがあるんですが、まっすぐこのように刺すのではなくて、気持ち斜めにしてですね、刺す方を内側に向けて刺す、まあ、これでちょっと斜めすぎなんですが、こんな感じでしょうか。気持ち斜めに刺すことによって抵抗がかかりますので抜けづらくなります。これをここのくの字のところまで、下まで、足で踏み込んで、できれば見えなくなるぐらいまでですね、踏んでもらう方がいいと思います。またこれを、買ったばかりは、これが錆びないように、ね、油が塗ってありますので、とても表面がツルツルしてます。新しいものは摩擦の抵抗が少ないので、購入、使う予定がある場合はあらかじめ前もって、短くても半年ぐらいですね、買っておいて雨ざらしにわざとしておきます。そうすると、このように、まあ、これは少し錆びすぎですが、いくらか表面がざらついてきますね、劣化してきます。そうすることによって、このちょっとしたこのざらつき、この抵抗によって、杭が抜けづらくなるわけですね。土とこの杭との、摩擦がとても強くなります。ですので、買ったばかりのものはうちでは必ず使いません。まあ、もちろん揃えてしまえば、もう長年それをずっと使い回しをするわけですから、まあ、補助を増やしたりしない限り買い足すことはないと思うんですが、まあ、新しいものを使うときは注意した方がいいと思います。そして、この杭を、ビニールを押さえるために、今言ったこちらの紐ですね。紐も、昔は耳紐といって、幅が2ミリ、2、3センチの厚みのあるものを使っていたんですが、購入したての時は、使いやすいんですけれども、3年4年使い回しをしているうちに、それがとても油気がなくなってくると硬くなってくるので、このように貼った後にビニールに密着する、で風がちょっと吹いた時に多少なりともこうやって動くわけです。で硬い耳ひもの場合ですと、それが、ヤスリのように、なってしまって、ここが破けやすくなってしまいます。それを使用するのをやめて、今うちで使っているのは、こちらですね、スズランテープになります。まあ、これ園芸資材でもよく使われるので皆さん見たことあると思うんですが、これ約500メートルぐらいですね、あるんで、一巻き500メートル、そんなに高いものではありません。で、2年ぐらいは使い回しできます。他にもいろいろ似たようなのあるんですが、あまり安いものだと、大風が吹いた時にこれが切れてしまうので、このスズランテープはとても耐久性があるので、これはおすすめです。いろいろ使って、3種類ぐらい3社、比べてみましたが、結果このスズランテープ、タキロンさんのものが一番強度が、あります。そしてですね、こちらのまずアーチパイプですね、スタート地点、このパッカー 13mm のパッカーが止めてあるので、まずはスチール製の交換パイプが、スタートで1本入れてます。
で、次ですね、次が、白いやつ、これはニトポールです。ガラス繊維でできた、釣り竿みたいに曲がる、ぐにゃっと曲がるやつですね。これを1,2,3,4 本入れてますね。で5本目にまた 13mm の、交換パイプ入れてます。でまた 1,2,3,4 本、入れて、で次に交換パイプですね。そしてこの交換パイプの芯、文字が書いてあるところ、このビニールの中心にパッカーで 13mm で留めてあるんですが、この留める時も必ず1枚ですね、このような、これ肥やしの袋を、このサイズにだいたい切って、1枚かませてあるんですが、直にやってしまうとビニール破けてしまいますので、これやっておくといいと思います。そしてこの支柱の間ですね、間隔どのぐらいの間隔でやってますかということですね。これは目検討でやってます。まあ、ずっとやってみて、最初の頃はやはり飛ばされた経験もあります。まあ、基本通りでしたらマルチシート、このビニールをめくっていただくと、まあ、下作物が植えてあるところに、目印が書いてあります。ここですね、まあ、ないものもあるんですが、ほとんど書いてあるんですね。こういった、まあ、これシルバーポリマルチに、これ青いラインですね、ここへ、支柱を刺してくださいという目印なんですが、これが結構幅が狭いですね。で距離が例えば1ヘクタールぐらいでの規模でビニールを張るとなると、結構な本数使ってしまうので、ちょっとそれでは細かすぎるし多いということで、うちではちょっと幅を広げてやってます。まあ、ここにもあって、まあ、ここにもこのように等間隔で記されているんですが、この間隔でやっていった場合ですと30センチですから相当な数ですね。ここまでやらなくても大丈夫だと思います。うちの場合だと、この間隔は、65センチから70センチ、まあ、自分の、歩幅一歩分ぐらいですね。大幅ではなくて、だいたい軽く、まあ、一歩歩いたぐらいですね。一歩歩いたぐらいで一本刺すようにしています。歩いて一本、歩いて一本ですね。こんな感じでやってます。その間隔が65センチから75センチで、うちでやっております。でやってるわけですね。で先ほど言いました、13mm の交換パイプはこちらですね。これが、曲げてあるやつですね。もともとは直管になってます。それを、資材屋さんで曲げて加工したものを買ってきたり、まあ、余力があれば、自分で曲げれば10円ぐらい安く買うことができます。これ1本あたり130円ぐらいですね。で長さが直管にすると、230センチから40センチぐらいです。で、ニトポールはどっか行っちゃったかな。まあこんな感じで強風対策なんですが、あとはこの、畝のベッドの幅ですね。こちらの左の芯と右の、ベッドの芯ですね、芯がだいたい170センチ畝幅になってます。でそれで、ビニールをかけるとちょうど歩けるサイズ、歩ける幅、だいたい自分の足横にしても、触れないので35センチぐらいは幅が空いてるということですね。でこちらの 13mm の交換パイプの間に入れていたニトポールと言いましたが、これですね、今手で持ってるんですが、こちらになります。これは釣り竿みたいにガラス繊維でできてますので、このようにしなりますね。これは素手では絶対触らないようにしてください。買ったばっかりは大丈夫ですが、1年2年使用しているうちに少し劣化してくると、このガラスの繊維が出てきますので、素手で触ってしまうとチクチクと刺さってしまうと、もう一日中痛いです。どんなに洗っても取れないですからね。でこれはこのようにぐるにゃーって曲げても折れないです。結構強度があります。これもアーチパイプと同じ230か240ぐらいの、直線にするとその長さですね。これをアーチ状にして、間4本入れてるわけですね。
でまた支柱代わりにも使えることができます。こちらビニール、あちらからぐっとビニールを貼ってきて、必ず、足りない時がありますね。それをつなぎ合わせる時にこのニットポールを使います。ここで足りなくなってしまいました。で、そこでこのビニールの終わりをこのニットポールに、広げて、このぐるぐると巻きつけます。巻きつけてから、刺すんですね。それで、今度はこっち側から、ビニール貼るときに、次の継ぎ足す部分のスタート地点のビニールにまたぐるぐると巻きつけて、で上から押さえてあげれば、このようにパッカーなどを使わず、テープなども使わず、このようにして、継ぎ足すことができます。こういうふうに支柱以外にですね、いろいろ使える用途あります。あとはこのビニールの終わりとスタートと、最初と最後の、止め方ですね。これでいうと最後ギューッと絞ってきました。で、ここで止めるわけですね。でここのところ最後というのはだいたい枕地なので、トラクターでギリギリにうなえません。で、プラスオイルなんかでもギリギリやってしまうと杭に痛めつけてしまったり、壁ギリギリまで爪を入れることはできませんので、だいたい端っていうのは硬くなってます。でそういった時に、ここは比較的柔らかいところなので、先ほどの42センチの紐を押さえる杭をダブルで刺して、で、巻いて止めてあります。まず1本目、こっち側右側から刺して、でこのビニール自体をこう巻いて、ぐるぐるぐるっと細く巻いて絞って、でくの字のところに一周巻きつけて、で刺します。で2本目の杭を反対側から刺して、でくの字を反対側に向けて押さえつけるわけですね。そのようにして、スタート地点と終わりの地点はのビニールのところは止めてます。でまた杭が刺さらないようなところは、鉄の杭が刺さらないようなところですね、で、まあ、杉の角材なんかを、こうハンマーで打ちつけて、で、こちらの終わり、その打ちつけた角材などに一周巻きつけて、で紐でギュッと縛ってやっております。昨日やっていたサニーレタスがそうですね、そのやり方でやっております。ここは比較的柔らかい補助地盤が柔らかいので、鉄の細い42センチの杭がグッと刺さったので、こちらではその杭を使っております。でまた今日はすごい大風です。風速7メートルから10メートルぐらいの、あの大風が吹いてるんですが、はい、そんな風でも、はい、ビニールはもう12月に定植してビニールを貼り付けてから一度も、手入れや手直しはしておりませんが、このように、破れることなく、また大きな揺さぶこう揺れもなく、頑丈に、できております。ということでよろしいでしょうか。また地域によってやるビニール貼り方などの違いはあると思います。ね、うちの方ではこれしかやってませんので、まあ、他のやり方など分かりませんので、うちではこういう風にやってるよとか、ご存知の方いましたらコメント欄にて、ご意見の方よろしくお願いいたします。またそれも参考にさせていただきます。はい、ご視聴いただきありがとうございました。今日は寒いです。また後半、頑張っていきます。じゃあまた、今日もご視聴いただきありがとうございました。またご視聴よろしくお願いいたします。じゃあ。